どうも、おたかいです。これからは YouTube 上に動画投稿しても、タイトルの再編集したときに、1週間経っても2週間経っても、もしくはそれ以上に1ヶ月半年、1年経ってもうまく反映されないことが出てきてしまったので、もしタイトル上の再編集をしたときに、うまく Google 上で反映されなかったら、 YouTube 上の動画を一旦消して再アップしていこうと思っています。こればかりは Google という検索エンジンにかかるかどうかの方が YouTube 上で検索されるか否かよりもはるかに弱者にとっては重要な再生回数のカウンターの稼ぎにつながると思っているので再アップしていって修正よりも再アップの方がいいのかもなって最近思っているくらいなんですよね。 これから再アップを積極的にやっていこうというそういう意気込みを今回話しました。皆さんもそちらはご理解ください。それではチャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。